Good morning. 皆様おはようございます。また日本に戻ってくれて非常に嬉しく思います。確か今年に入ってもう3回目かと思います。来日するのは、ソフトバンクのこの会合に呼んでいただきました。ありがとうございます。宮地さん、このような機会をいただいたことを本当に感謝申し上げます。今日はお時間を使いまして、私どものこのパートナーシップの進化、それから今現在日本で我々が行っているいろんな活動についてご紹介したいと思いますが、ただ今日本当に私の目玉としてご紹介したいもの、実は皆様に去年お話しした紹介したものなんですが、これは多分私が思うに過去30年間で最大のオポチュニティだと思うものです。それはインダストリアルインターネットという考え方です。つまりインダストリアル企業が今後多大な投資を向こう10年間かけて自らをデジタル化するであろうというそういうアイデアです。前10年というのはコンシューマーインターネットの10代でした。そして次の10年というのはインダストリアルインターネットの時代と我々は呼んでいます。そこで私の方から最新の動向、何が起きているのか、そしてその意味についてご紹介したいと思います。さらに GE 自身がこの1年間で学習してきたことをご紹介します。そして GE の今現在の活動内容、それからそこから皆様が何を学ぶことができるか、そしてソフトバンクという素晴らしいパートナー様との協業についてご紹介したいと思います。ではまずコンシューマーインターネットから我々は何を学び取ることができるかという点ですが、実はこの視点というのは他のところとは全然違うと思います。というのは多くの方はコンシューマーインターネットをソーシャルとか、あるいはシェアリングエコノミーとか、あるいは友人とつながるとか、モバイルのエクスペリエンスとか、そういうふうに語るんですが、私どもはこれは実は全ての成功したインターネット企業の成功要因とも関係があると思います。そしてインダストリアルの分野ではそこから何が学べるかというような切り口が重要だと思っています。ここで重要なのはコンシューマー世界のインターネット企業が資産を自ら持たないで成功することができたということです。資産を自ら所有している企業よりも持たない企業の方が実は成功しているんです。考えてください。 Uber のような会社というのは一切資産、つまり自動車は保有していない。ところが、Uber は実際にその資産を持っている会社よりも時価総額は高いです。そして Airbnb も時価総額は最も業界では高い。ところがホテルのような不動産を持っていない。そして Apple も、Apple のソフトウェアビジネス、彼らはソフトウェアを売って多額の金額を実は稼いでいるのに、そのソフトウェアをほとんど所有していないんです。ですからこのアイデア、シンプルですけれども、ぜひ考えてください。世界で最も時価総額の高い、価値の高い企業というのは、以前は自ら資産を作り、そして所有していた企業であった。ところが今は資産を持たない企業の方が実は規模的にも時価総額的にも資産を所有している企業を上回ってきているんです。皆さんがインダストリアルな企業で資産を自ら作っている場合、やはりこの点を理解していただくことがとても重要だと思います。ただここで非常に重要なのは、資産を所有することが悪いと言っているのではない、それは真実ではない。つまり私が言いたいのは、資産をより効率的に運用できる企業こそが最も価値が高い企業になるということです。つまりこういった企業はみんなそういうことをしているんです。ある資産を持っていて、その資産の効率性を究極的に高めることに成功している。でインダストリアの世界でも同じだと思います。インダストリアルな企業の工場をより効率化できたところが勝ちます、成功します。あるいはインダストリアル企業が工場とか、あるいは油田開発とか、あるいは自動車のフリートの効率性を高める、そのお手伝いができたところが最も成功するんです。つまりインダストリアルインターネットというのはコンシューマーインターネットと同じで、資産アセットの効率性を高めるということが肝なんです。でぜひこれを私の話の中で覚えておいてください。皆さんがインダストリアルの企業であれば、皆様の狙いはデジタル技術で、それも皆さんの資産
産の効率が高めるようなところに投資をするべきです。で、皆様が IT 企業でインダストリアル企業に売り込みたいと思っていたら、資産の効率性を高めなければ決して成功はできません。で、世界は今ソフトウェアを通じて、それからユーザーエクスペリエンスを通じて効率性を高めています。つまりこれこそが成功の要因、主要な要因であるということなんです。ではなぜインダストリアルインターネットが10年前に起こらなかったのか、なぜ今になってインダストリアルインターネットの話が出てくるのかと思われるかもしれません。その理由はつい最近までインダストリアルなマシンがつながっていなかったからなんです。また最近までこういったマシンから十分なデータが発生してませんでした。しかし今になってすでに500億台のインダストリアルなマシンがつながるというそのアイデアが現実化しています。 GE でも今現在1テラバイトあたり1テラバイト級のデータを GE のマシンから1日あたり集めています。そして2020年には多分その100倍ぐらいの大量のデータを1日あたり生成することになります。つまりマシンから生成されるデータの量を考えると、これから成功する企業というのはこのデータを取ってきて、そしてそこからインサイトを生み出してマシンをより効率化する、それができる企業です。考えてください。 1% だけ世界中のジェット機のエンジンの効率性を高めることができたら、それは300億ドル相当の節約効果を航空業界にもたらすことができるんです。つまり 1% だけエンジン、ジェットエンジンを効率化できたら300億ドル、まあ、それだけでも一つの市場が成り立つような企業規模です。多くの我々が話しているテクノロジーの市場規模を上回る規模です。こういった例はこのインダストリーの世界では数千あります。で、それこそが我々の商機なんです。で、これは1兆ドルぐらいの投資でインダストリアル世界をデジタル化して、その結果2兆ドルを節約、あるいは成果として得ることができるわけです。もう一つ、なぜ今かという理由ですが、インダストリアルな企業はこれを今しなければならない、つまり必須になってきてるんです。以前インダストリアル企業は20年間もう十分満足していました。20年間にわたってインダストリアルの企業というのは 4% ずつ年率で生産性が高まっていました。会社として年率で 4% ずつ生産性が高まっていたらそれは成功している。ところがインダストリアルの世界の生産性は残念ながら年率 1% に落ちてしまいました。これは十分効率性がない、つまりヘルシーな健全な成功する企業ではないわけです。プロセス、あるいはシックスシグマの改善など、まあ、GE はこれが大好きなんですけれども、それだけではイノベーション、生産性の伸びはもはや生まれなくなりました。すべてのインダストリアルの分野の生産性の源泉は今後は物理ベースのモデリングと、そしてデータ解析から発生します。 AIまあ、ソフトバンク様が今朝流暢に語られた AI、 これが生産性の源泉となるんです。これが今のインダストリアル企業が直面している現実です。でもこれはコンシューマーインターネットとは違います。というのはこういったお客様は成果、アウトカムを求めています。彼らは楽しみのためにこれをやっているわけではない、遊んでいるわけではない。彼らはお金を稼ぐ、それからソーシャルになって、そしてお金を節約するためにこういったことをやっているんです。単にコミュニケーションのためではない、そうではなくて社員の安全を高め、そして健康を高め、そしてシステムの信頼性を高めるためにこれをやっているんです。ですからお金を節約する、あるいはお金を稼ぐ、あるいは従業員の安全性を高め、あしてシステムの信頼性を高めていなければ、こういった企業はこれを買ってくれません。つまり彼らが買っているのはテクノロジーじゃなく成果なんです。そして資産、それからデバイスというのは重要です。コンシューマーの世界では資産はより単純でした。しかし今では今インダストリアルの世界では資産はもっと複雑です。そして最後に申し上げたいのは、新しいパートナーシップの組み方を学ばなければいけないということです。 IT 企業はインダストリアルの企業とパートナーシップを組むことが重要です。というのは専門分野の知識が重要で、 IT 企業というのはそういった専門知識を持っていません、分野別の。ですからマイクロソフトとソフトバンクと GE の
このパートナーシップがこれだけ力を持つんですというのは、この組み合わせによってIT 技術とそれから業務オペレーショナルな技術テクノロジー、つまり IT と OT を今まで誰もできなかったような形で組み合わせることができるからです。 GE は過去5年間投資をしてまいりました。まず最初の3年間は10億ドル、そして今年は単年度で10億ドル以上の投資を行っております。で、私たちはまず率先してこれを行ってきたのです。自らソフトバンクも同じことをされてきました。自分が自らやってみせなければ他の人に対して信任性を持つことができません。そして結果を出してきました。結果成果、素晴らしい結果を出してきました。すなわち製品開発は2倍早く、そしてローンチコストは削減することができました。これはデジタル技術を使って行いました。またブリリアントファクトリーよりスマートにすることで数を増やしてきました。また今年度私どものフィールドエンジニアの人員が全員リアルタイムで全ての機器 GE が管理している全てのマシンにアクセスできるようにしたのであります。そして5億ドルの節減を GE の純利益にこの結果生み出すことができております。ですのでこれは CEO として2020年までには10億ドルに相当する生産性向上を目指すということも申し上げておきたいと思います。ですので実際自ら実践をすることで生産性を変えてきました。で自らやってみせるということが私どもの戦略なのです。皆様がインダストリーの業界にいらして皆さんがこれをやらなければ競合との戦いに苦しむことになります。生産性の戦いに立って勝つ必要がある、デジタル化をする必要が皆さんにあるわけです。どうすればいいかお見せしたいと思います。私たちはこれは AI だけの問題にとどまらないということを発見しました。 AI というのはコンシューマーの世界では単独で非常にパワフルです。でもインダストリアルのな世界では AI プラス他のものが必要なんです。もちろん AI はコードパターン、過去のそれらを理解することに非常に長けています。これは必須です。でこれも非常に多くの金額的価値を生み出します。しかし AI だけではインダストリアルな世界では不十分であります。物理ベースのモデリングと組み合わせる必要があります。なぜならば AI から学んだものを元にさらにシステムの最適化を測らなくてはならないのであります。温度計の最適化はそんなに複雑ではありません。しかしガスタービンを発電所で最適化するのは非常に複雑であります。そしてダウンタイムをゼロにするというのは、その保証をするのはもっと複雑です。ですので物理的なモデリングをマシンに関して行う必要があります。そして何百万もの同時に走るモデルがベストな成果を決定する、これを AI に入っているデータに基づいて行う。そして将来予測が可能になるわけです。これを私たちはデジタルツインと呼んでおります。インダストリーにおける将来の解析は全ての機器一台一台がデジタルツインを持つのです。 AI と物理ベースのモデルが融合するのです。そして過去に起こったことを教えてくれ、それに将来の予測を最適化することを可能にしてくれるのです。これによって生産性向上が実現されていくということがデジタル世界において起こるのです。そして最後になりますけれども、もちろんながら機械がどのように機能するかということを全員が理解できます。温度計の機能はみんな分かっていると思いますけれども、ジェット機のエンジンの機能を理解できる人は少ないでありましょう。でもそれが物理ベースの解析と応用エンジニアリングで可能になるのです。ですので AI と物理ベースのモデリング、それからそして を組み合わせること、そして領域の専門知識を組み合わせる、この3つを組み合わせるということで格段な生産性向上を図ることができます。コンシューマーの世界で見てきたテクノロジーの多くはこれらを実現する力を持っています。しかしもっと新しい類の技術も必要なのであります。なぜならばインダストリーの世界はまた違った形でオペレートしているからです。機械の動き方はコンシューマーの世界とインダストリーの世界では大きく異なっています。ですのでもし温度計
あるいは腕時計でトラブルを経験したらイライラされるでありましょう。それから家庭で電気が停電したら起こってしまうでありましょう。でもインダストリアルな機械はそれでは済みません。インダストリアルな機械には期待されている品質のレベルというものがあります。それは非常に高いレベルです。そしてお客様からの期待はもっともっと高いのです。コンシューマーはもちろん大きな期待を持ってするものですけれども、インダストリーの世界では停電などは一切許されないものです。データの量として今出てきているものはコンシューマーの世界を大きく超えているのです。そしてこれらのデータをもはや収集することすらできなくなりつつあります。これをリアルタイムで活用しております。そしてそれでもこのデータを一定期間活用する能力は持っています。でもそれは難しいんです。そしてセキュリティ、それからプライバシー、これも非常に重要であります。しかしマシンは皆さんのプライバシーを気にしません。マシンにはプライバシーはないんですけれども、マシンとしては制御システムを変化させ、そしてコントロールシステムを変えていきたいということを考えます。それはできるんです。ですからセキュリティというもののあり方も今のあり方とは大きく変わっていきます。でここで皆さんお分かりになると思いますけれども、変化するアーキテクチャを受け入れていかなければインダストリアルな世界ではうまく仕事をしていくことができないです。マイクロソフトとソフトバンクはまさにこれを行っています。これをうまく受け入れて、そしてインダストリーなあるな設定にコンシューマーのセッティングからうまく持ってきています。そして GE もこういった学習をすべて受け入れ取り入れて、そして市場にこれを持ち込んできております。市場においてお客様を助け、そして我々の持っている人材と能力でもってどんどんどれだけ早く進めることができるかということを実証しております。ですのでお客様を助け、パートナーと共に取り組むということで、どういった歩みで生産性向上等々をもたらすことができるかを示しております。そして OS、 オペレーティングシステム、初の真なるインダストリアル OS がセキュリティの確保された形でマシンを接続し、そしてデータを取り出し、そして制御システムをリアルタイムで管理し、そしてこれらの一連の成果を生成するということを行っております。これによりましてお客様が我々のデジタルツインを自らのプロダクトで使っていただけるようにしております。またインダストリアルな世界ではリアルタイムは非常に重要であります。処理はすべてクラウドで行われるのではありません。クラウドよりもエッジで行われる処理の方が多いわけであります。ですから今までない形でクラウド上の処理とエッジ処理の組み合わせが行われなくてはならない。そして全く新しい類のエッジデバイスが出てきます。アームの将来を見ますと、このまさに新しいエッジデバイスの将来がそこにあるわけであります。まさにそれなのです。インダストリーの世界では消費コンシューマーの世界よりもっともっと演算量が多くなります。サイバーセキュリティも重要であります。これらの一連のテクノロジーは数社のパートナーとともに私どもは実現しております。そしてこれは成果ベースの解析を行い、そしてアセットパフォーマンスマネジメントが行われる。これらは全体的なエコシステムの一環をなすわけであり、そのエコシステムはかつてまだ誰も見たことがないものであります。ですのでお客様とともにお客様の生産性向上、新しいアプリケーションの創造、そして新たな収益の生成のお手伝いをしているわけであります。ではこういったインダストリアルオペレーティングシステムプレディクスがなぜ必要とされているかを申し上げたいと思います。今 IoT ビジネスを全員行っています。ちょっと前はみんなビッグデータビジネスをやっていましたが、今は全員が IoT ビジネスを行っています。これが市場の方向なんです。ではこれを考えてみましょう。私どもがこの歩みを始めた時点では気づきがありました。オートメーション、それからジェネリックなクラウドプラットフォーム、 ERP パッケージ、解析のパッケージ、すべての能力がそれぞれ必要な構成要素であるという気づきを得ました。しかしこれをそれらをすべて構築しまとめるシステムがやはり必要だということにも気づきました。そして
私たちはプレディクスをインダストリアル OS として構築することに成功したのであります。これによりまして必要とされているソリューションを実現することができるのです。そしてこれらの一連のテクノロジーを容易に統合することがこのおかげでできます。ですので必要なもの同士を融合させることができます。ですのでインダストリアルな OS をパブリッククラウドと組み合わせ、そのメリットを活用することもできるのであります。これが私たちが今できることのパワーであります。ということでこれを現在行っておりますパートナーが世界中におります。一緒に行っているパートナーです。これらは若干の例です。多くのこれらの企業、例えばピットニーボーズは過去100年以上、シンドラー社も過去100年以上事業を展開して自己変革を遂げてきた企業であります。すべてのインダストリアルな企業が自己変革を遂げているのであります。私どもこうソフトバンクと一緒に仕事をできること、リクシルと一緒に仕事をできること、非常に誇りに思っています。これは非常に素晴らしい会社です。インダストリアルな企業でそれも生産性を伸ばそうとしているいい例です。これは単純に見えますけれども、実は非常に複雑なことであり、またこれが実現できればとても力があります。つまり情報を使ってサービスの人員のスケジュールを変える、それによってより多くのサービスを同じ人員数、要員数で達成することができるということ、この大変単純なアイデアですが非常に力があります。パワフルです。今現在それをやっています。結果としてリクセルは成果を出しています。例えば施工業務の遅延が削減されている、それからサービスデリバリーのコストが削減している。結果として顧客満足度が向上しているわけです。エコシステムも非常に重要です。私も実は2週間前に大きな発表をいたしました。マイクロソフトのメインイベントで発表したんですが、その時発表したのが Azure クラウドと、そしてそれをプレディクスと結合させてお客様に提供するというアイデアです。で、今や皆様がお客様として Office 365とか Dynamics とか、あるいはビジネスインテリジェンスなどに投じたお金をプレディクスアプリケーションと統合化して、そこから価値を出すことができます。これは本当に力強いものです。そしてそういったいろいろなケイパビリティをインダストリアルな環境に組み込むということを考えています。それによってまさに世界が変わっていくというのがお分かりいただけると思います。私どもエコシステムパートナーと、そして彼らがもたらせる価値というのを信奉しております。ただパートナーといってもやはりソフトバンク様との関係は特別です。ソフトバンク様は私どもの初の戦略アライアンスパートナーでした。ソフトバンク様は常に周りを見てらっしゃいます。常に角の向こう側、つまり次に何が来るかということをそこに到達する前に予想していらっしゃいます。彼らは常に最先端にいらっしゃるということで本当に尊敬しています。彼らが見えるもの、我々が見えないという場合がありますけれども、でも少なくともその早い段階で我々を見つけてくださったということは本当に嬉しいと思います。彼らソフトバンク私どものトップチアパートナーであり、また私どものイベント、ここでハイライトされてますけれども、その目玉のセッションでいらっしゃいますということで、素晴らしいパートナーシップを本当にありがとうございます。またここで佃さんをお呼びしたいと思いますが、佃さんの方から実際私どもがリクセルといったお客様でお使いいただくだけでなく、これをソフトバンクの中でも使っていただいているというお話をさせていただきます。 GE も社内でこれを使っているんですが、ソフトバンク様も社内で使っていらっしゃるということで、佃様の方から我々の協業の成果についてお話をいただきたいと思います。私今ビルさんからご紹介を預かりました。ソフトバンクでモバイルネットワークの構築と運用を担当しております。今日は私の方からですね、ソフトバンクでこの G プレディクスを導入した時、現在進行中なんでございますが、こちらの方のその可能性を簡単にご紹介したいと思います。ソフトバンクはですね、実は基地局の数で言いますと、このほどこれに書かれているように38万局もあるんですね。全日本ですが、日本においてです。
まあ、ポジション数はこの半分ぐらいなんですが、無線ユニット数がこれぐらいあるということなんです。このピンクの線を見てください。例年、宮内副社長からですね、運用コストもっと引き下げろという形でどん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 下げてはきているんですが、やはり、そろそろ普通のやり方では、協力会社さんに対してのプロセスも含めて限界があるかなと、やり方を変えざるを得ないという状況に来ているということでございます。基地局、先ほど申し上げましたようにこれほどの数の基地局はですね、日々壊れています。そんなに壊れるんかなって思われるかもしれませんが、いろんなところで基地局というものは、ネットワークが構成されています。真ん中の伝送路、電源設備、オーナーさんのビルの受電設備、それから先ほど申し上げました無線機の故障、それからもしかしたら雷で直撃を受ける、雷のサージで壊れる、もうありとあらゆるものが壊れています。1ヶ月でですね、運用センターで700万アラーム発生しています。700万アラームです。これを、いろいろと工夫しながら今まではやってきたということでございます。で、やはり通信オペレーターですから、壊れたらですね、お客様にサービスの支障をきたしてしまいます。それをいかに短い時間で、直していくか、つまり24時間365日直していかなきゃいけないんですね、真夜中であっても。これの緊急対応費用というのが全体の保全コストの8割を占めているんです。じゃあこれをどういうふうに圧縮できるかということで、今回ですね、私の組織がですね、GE さんのチームと一緒になって、まあカスタマーとしてですね、受けたという形で、いくつかお話しさせていただきます。まずステージ3つぐらいに分かれてまして、プロセス、まだまだプロセスが我々としてはかなり絞ったと思ってたんですが、ワークアウトを一緒にさせていただきまして、気づきがいっぱいありました。これはすごいことです。そして次にステージ2でプレディクスの技術を使っていろいろな障害予測をしていける可能性もあると、それの結果プロセスを簡単化していけるんではないかなという可能性も秘めているということでございます。簡単にちょっとご紹介します。かなり現場部門でですね、GE さんから来ていただきました。アメリカから相当けんけんがくがく、まあ一時的には喧嘩もしながらですね、なんでそんな会話しなきゃいけないんだなんての現場であったようです。まあこういったいくつかのたくさんのシステムを別々のシステムで見てたものを客観的にいろいろとアドバイスいただいたり、そことここの部分を統合的に監視したらもっとプロセスが簡単になるんじゃないかなんていうポストイットがそれこそ部屋全面に書かれる、100枚200枚書かれるような形で、こういうワークアウトを通しながら現地の派遣の人数、それからモニター監視の全体のかかるコスト、こういったものがこれぐらいの数字でもう直ちに削減できるであろうという自信を深めてございます。まあ、これは運用プロセス入れていかなくてはいけませんので、数ヶ月はかかると思うのですが、もうこれはほぼできている、できたというかやっていくことで達成できるであろうということでございます。これは先ほどビルさんがおっしゃられてましたように、リクシルさんでもですね、こういうふうな結果が出ていると、30分で手配されてた今までの工事の手配の作業工程がですね、手配時間10分になったと、時間だけじゃなくてこれによってコストも下がったというお話があったような、我々もこのプロセスを今通しているということでございます。ところがですね、もう一つはステージ2です。ここも大きな気づきでした。先ほど言いましたように700万アラーム月に発生しています。対処しなきゃいけないのは8万アラームぐらいなんです。 1% ちょっとです。その 1% ちょっとをですね、もちろん我々も自動リセットコマンドを飛ばしたりしてですね、基地局の障害をとりあえずリセットコマンドで直したりしてました。それでも直らない基地局が月に2000件以上あります。気に直すとだいたい60件から70件緊急出動しています。つまりそのためのプロセスだけを我々は集中してたんですね、ソフトバンクとして早く直すために。ところがです、今回 G さんと一緒になっていろいろとワークアウトを通してですね、ここに大きな気づきがありました。今までのアラームフィルターかけてたんですね、直さなくてもいいだろうとか、本当に必要だというアラーム以外は、まあ、はっきり言うと捨てていたと、フィルターしてたと、マスクをしてたということは捨てていたということです。それを実はデータベース全部にぶち込んで、マイニングしてアナリシスをしてですね、統計解析することで
故障予測までできるんではないかということも今次のステージとして取り組み中でございます。もしこれができるとですね、現在24時間365日緊急活動して夜中の2時3時でも現場で行っていただいているコストが昼間計画的にできるようになる可能性があるんです。これは非常に大きな可能性を秘めていると我々は考えております。もしこれができればですね、いろんな産業でこういった保全コスト、メンテナンスコストは圧倒的に落とせる可能性が出てきます。ぜひこれはまだ完成をできたというふうには私どもも言えてないんですけれども、これを現在 G さんとですねチーム一丸となって取り組んでいる最中でございます。こうすることで、保全コストも圧縮できるだけではなくてですね、故障を事前に予測することでダウンタイムが圧倒的に小さくなる、オペレーションする上でお客様へのサービスの品質が一気に引き上がるわけですね。まあ1兆2席3席ぐらいの勢いで、こういった効果が得られると、これも大きな話になります。まあ結局こういうことを通しましてプロセスをもう一段最適化できればですね、情報革命、情報テクノロジーとそれからオペレーションテクノロジーを融合させたこのプレデックスを通して我々はさらに運用のコストに対して落とせるのではないかなと考えております。いずれにしましても、G さんとですねソフトバンク戦略的パートナーシップを組んでですね、まだまだこれから深くこういったことに対して取り組んでいく所存でございます。ありがとうございます。